皆さん、おはようございまーす。上野隆子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。あれえっ、ー、と、今ちょっとですね、音声が二重に出ておりますので、えー、ちょっとチェックさせていただきたいと思います。えー、あ、大丈夫でしょうかはい、えー、おはようございます。えー、上野隆子のハイク TV、 今朝の一句をお届けいたします。え今日はですね、11月の、えー、月曜日14日となりますね。天気予報の方は今のところ晴れなんですけれども、ちょっとややこしくね、曇りからところによって雨がぱらつくところもあるような、えー、はっきりしない予報になっております。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残した。 と言われておりますけれどもその中から毎朝1句ずつご紹介していきたいと思いますそれでは「場所番目の句ですいくついいくつもに心ばせをの」 松飾り。いくしもに。心バセオの松飾り。1686年松尾芭蕉43歳の時の句です。それでは解説してみますね。 たびもの、霜にも負けずに、色を変えない、松の再起に、縁起を担いで、松飾りを飾りましょうと。このように場所は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに中身、内容を見てみましょう。 まず、俳句の五、七、五、リズムなんですけれども、上五は、い、く、し、も、に、と、五文字で収まっております。そして、中七なんですが、こ、こ、ろ、ば、せ、お、の、と、今日の句は、中七も、七文字で収まっております。そして、下五、ま、つ、か、ざ、 り、ということで、えー、今日の句は、5、7、5俳句17文字17音にきっちりと収まっている、リズムの整った句ということになりますね。それではさらに、中身内容なんですけれども、えー、まず俳句の季語を探してみたいと思います。えー、この中で季語はどれかと言いますと、まず最初が、えー、ちょっとね、 ちょっと読みづらかったんですけれども、えー、いく、しも、の、と始まっております。ですから、霜が、えー、これが冬の季語になりますね。いく、しもの、と始まっております。梅雨とか、霜とか、氷、雪、えー、あられ、などの霜ですね。そして、じゃあ、他には探してみますと、 心ばせおのというのは季語ではないんですね。そして最後、下語の、松、飾り。これが、えー、季語になります、えー。今で言う新年の季語ということになりますね。松飾り。えー、新年、お正月の松の飾りのことを、えー、言います。ですからこれは季語なんですね。 で、この時代、松尾芭蕉の時代には、えー、お正月イコール春だったわけで、ここでちょっとね、難しい問題が出てきます。今は、新年というのは、長い冬の中の新年というお正月のひと時ということになっていまして、お正月が来た後に、暦の上での立春が来ます。ですから、春はお正月の後から、 来るんで,すね、でも今でもお正月のことを芸春ととって春とは呼びますですが「新年」という、えー、季節の表し方がありましてそして「松飾り」は「新年」の季語とされているんですね。 で、今の時代では、新年は立春の前に来ますから、えー、春より先に来るので、大した問題じゃないんですけれども、場、ま、所、あの時代は、松飾りと言ったら、お正月。これは、じゃあ、お正月を迎えた春なのか。それともまだ霜が、いく霜も、いくつもいくつも霜を重ねた、霜の厳しい冬なのか。ここら辺がちょっとね、 危うい。えー、ちょっとはっきりとどちらっていうふうにね、解釈の仕方が難しい句ということになります。えー、ですけれども今の時代に合わせて取れば、まあこれは松飾りのお正月の句だな、と取るのが妥当かなと思います。えー、それではね、ちょっとそんなふうにして、ちょっと時代背景をね、踏まえながら少し、あのー、追ってね、 この短い俳句ですが見てみたいと思います。えー、いくしもって言ったら、霜が降りているけれども、何重にも何重にも、幾重にも幾重にも降りているということですよね。ですから、深い、雪深い風景とは、少し、 違うけれども、霜が幾重にも幾重にも重なっていて、まるで、まるで氷のように、凍りついたように、もう雪がふんわりと積もっているというよりも、霜が幾重にも重なって、何かこう、ね、あのー、氷の、氷の、深い氷の世界のような、そんなような厳しい霜が積み重なっている、溶けきらないうちにまた霜が降りてっていうような、そんなような風景が、 こう思い浮かぶと思います。いくしもにじゃあ次に心ばせをのってあるんですけど、心ばせっていうのは何かっていうと、これ今ね、あの辞書にもあるんですが、あんまり使わなくなっている言葉かなと思います。 心ばせなので、その心の、なんとなくちょっとわかりますよね。その心の趣だとか、気立てだとか、えー、心の行き届いたその様子だとか、それから、たしなみ、たしなみがあるというようなこと、心が行き届いていて、たしなみを、あのー、踏まえているな、というような、そんなような意味合いにもなるということなんですね。 ですから心があの起点を聞かせてすごく行き届いているなぁということなんですね。ですからそろそろ気を利かせて松飾りをきれいに飾っておきましょう。お正月が来ますね。お正月ですねというようなそういうまあ句なんですね。で松飾りと出てきてはっきりとき ちり松飾りと下もごで言い切ってますから、多分お正月であろうというふうに思われるのではないかな。 と思いますでこの句は場所、えっと、がね43歳を迎える、まあ、迎えた年で、まあ、ちょっとねあの年の数え方もまた昔はややこしいんですがとにかくまあ記録から言って1686年の43歳を迎えているその年の記録の中でかなり初めの本の最初に書かれている残されている句なんですね。ですから これは多分お正月の方を取るのが妥当じゃないかなと思います。松飾りという、えー、きっちりした季語がありますから、まあ昔で言うとちょっとそれがあって春になってしまって、霜がね、ちょっと、えー、季節外れなので、うどうかなぁ。もしかしたら年末かなぁ。 ね、心を、心ばせで、気配りを聞かせて松飾りを早々と飾りましょうという意味なのかな というふうにも捉えられるんですけれども、この記録的にね、年号というか年数、場所の年数、43歳の頃に、えー、初めの方に記録が残されているということで、ですから、多分、お正月ではないかなというふうに、あの、捉えられると思います。今日のこの中の言葉としては、ちょっとね、取りづらい、難しい言葉が、心ばせというね、 この日本語は今でも辞書にも載っていて、えー、同じような意味で使っても決して間違いではないんですけれどもさほど使われなくなくってきてきいる言葉ですね、えー。漢字で書きますとこういった「えー、心ばせ」というこういう字を書きます。 ですから、起点を聞かせて、心を早く走り回らせる、えー、心をこう、気配りを聞かせる、起点を聞かせる、というようなことで、足並みが行き届いていると、礼儀が、礼儀作法がね、きちんと整っている方ですね、というような、そんなような意味合いで使うときに、心ばせ、 といいう,うに言いますよね、えー、心ばかりですがとか今だとねちょっと心ばかりの何か贈り物だとかそんなちょっとこう風習にねあのー、残っているかなと思いますけれどもその心ばせですなんていう言い方をしたりもしますよね、えー、ですけれどもまあちょっとね 心配りとか、ちょっと心ばかりですが、とかね、もうちょっとこう、なんか縮めた使い方を今はね、よくしてるのかなって、ふと、あの、これを辞書で調べながら思ったんですけどね、心ばせですってよく言いますよね。ですから、昔の方は、そういった時にこう、起点を聞かせて、たしなみがあって、きちんと松飾りが飾られてますというね、きちんとお正月のたしなみのある、 綺麗な緑緑のの松松ですね松の緑「お正月の緑は霜の中でも美しいですね」「寒い中緑が美しい松飾りですね」というそんなようなお正月の松飾りの美しさを、えー、霜が深い寒さにこうねかけてよこのよ句で読んでいるのではないかなと思います。はい、それでは今朝の 一句、いく松尾芭蕉2 5五十八番目の句を最後にもう一度ご紹介したいと思います。行く下に、心ばせおの松飾り。行く下に、 心ばせおの松飾り。1686年松尾場所43歳の時の句です。それでは今朝はこの辺で。バイバイさよならまた明日バイバイ